死んだね。だって浮いて本当だ。どうやらこのソムニウムで私はあまり経験したことはないが、稀によくある。稀によくある？対象者の精神性によるってことだ。きっとライアンだからこういう夢になってるんだろう。そういえば空を飛ぶのが夢って言ってたような。願望が夢に出ることもある。ライアンみたい。ここ代々木公園だよね。そのようだ。いろいろと雰囲気は違うが。ソムニウムスキャン開始。それって鍵開けに使う携帯用ピッ鍵屋さんとかライアンが愛用して。じゃあそれでピッキングして何かを開けられるかもしれないね。一応持っておくか。鉄製のドアだ。ノブの上にプルタブがついていれば。プルタブ？缶を開けるときに引き上げるやつのことだ。なんでそれがドアノブに？なんかこう爆発したりしない。そういうのは爆発したときに考えよう。してからじゃ遅いだろ。どうやら5つやった。お前爆発機か。紙が貼ってあるな。0809。紙の右側に破かれたような跡がある。もしかしたらこの巣。今のはない。何か続きが。一般的な作り。材質はおそらく鉛を含む合金。普通開けられそう。いや、なるほど。これをこう。よし、開いたぞ。妙に手際がいいな。お、大金だ。ストレートにお金が入っ。よっしゃ。だって、こんなことして浮かれてちゃダメなんです。盗みをやるのは今だけだ。
貧乏生活から脱出して、いつかまともな仕事について。これは盗みを張ってライアンなりに抜け出そうともがいて。お、金庫になった。飛んでちゃった。みずきちゃん、残り5分だよ。さっき新しい鍵穴と番号は8桁の。これって、いや、鍵か。あん、この絵はブラフマンの店内に飾ってる。ライアンが隠してる情報って、ライアンがよく飲んでいるアルフリーの缶だな。このサイズなら500リットルは入るの。うげ。あれ、そこ、あれは、この缶、これじゃあ私が飲めないじゃないか。いや、飲まないでいい。開けるなら別の方法。あ、よし、開いた。楽勝だな。また数字が書かれた紙だな。今度は0の。さっき見つけた紙の数字と合わせると何の数字だ。数字を2つずつに区切って、08は H、 09は I、 07は G、 そして最後に再び08で H となる。はい、ラ、残り4分を切った。新しく出てきた金庫、さっき見つけた紙を合わせ、その8桁。これで、あ、よし、あ、何これ、雑誌？アルバイトの情報誌のようだ。どう？なんて読むんだこれ。オウルイチョウ遺伝子研究所。ま、わかんねえけど、この施設の清掃員。窃盗をやめた頃に。宝類町は多分ホラドリのこと。遺伝子。天井が開いたな。もっと上に行けそう。何その紙。ロートゥーハン。低いところから高いところへ。同時にこのソムニウム世界ですべきことのヒントにもなってるはずだ。
下から上に向かって何かをしていくとか。一旦全体を見回して考えて。ロートドーノイト、このソムニウム世界のどこかに下から上まである。続きが。まだ開け鍵穴とはこの金庫もか。誰の声を。キズナッチの。なんという。3分くらいだ。頑張って。もちろん気づ。また途中で切れた。続きが来る。現実の代々木公園にもある少女の銅像だ。子供の幸せと健康を、ね、ライアンはよくこの公園に来てたから。この子に絆っちの声で。また変な血入れたやつだ。それは私のこの言葉をもう一度あの声で聞き。絆っちに言われて私の王。この金庫は鍵穴がどうやっ。金庫だ。私の王子様でいいはず。私の王子。よし、開いたな。俺、昔からこれ好きなんすよ。懐かしい。あんた、トイレ掃除とか汚れ仕事もよく頑張ってくれてるから。やり方が雑なのは痛い。俺ちょっと前まで本当にダメなやつだ。道を踏み外したっていうか。でもこれからはホラケンのせい。ゆくゆくは社長に。とにかくここから俺の成り上がり人生。不器用だけど。この鍵は。うわ！相棒！大丈夫だ。なんなのあいつ。一度トイレを打つと思わない。ホラケンで働く。何も取ってなんかいない。一度罪を犯した奴には幸せになる権利なんてないって言うのかよ。あの妙に苛立つ感じ。今のは
ライアンがバイトをクビになった時ほらど気持ちはわかるが他にやるべき。そうだね。そういえばさっきの鍵はまだ もちろんだ。手放さないようにしてたからな。それを使う場所がきっと了解だ。水木ちゃん残り2分もないよ。気をつけて。これまだ2ラジカ。あえてだ。前にキズナッチがラジカ。そのラジカセが。ポチッと。なんで相棒も踊ってんの？ダンスはみんなで踊るからいいんじゃないか。まあそれはいいけど。さっきの鍵が使えるかもしれんな。でも鍵は一つだけ。はあ、俺鍵屋になったよ。じゃあ何年だって待つ。俺のライアンは一途に絆つ。これはシーナ・リーチさんからのです。ですからあなたもお付き合いできない、そう申し上げているのです。ではどうして俺なんか彼女の相手としてふさわしくない。あの時だって前にウィンクシンクでも見たが、ろくに悔やんでるんだね。俺はクズだ。え？上空からガキが？ライアンの精神状態で。ミズキ、あのふぬけを。カプセル。
これは二人ダイヤルがついているな。このダイヤルを回して開けるようだ。回回ってと中に入ってる。ライアンがキズナッチに送った絆への気持ちは今でも本物では。俺はライアン、しっかりしてよ。なんだ。私の狙いは君たちで悪いね。君たちには犠牲に。どうだ。やめろ。ライアン。よかった、無事みたい。ごめん、ごめんな。怖かったよな。いた。あれってライアンの大きな愛情を知る。ライアン、このまま飽き。俺は自信、絆。あんなこと言うな。この犯罪様にも幸せになる権利。まずい、相棒。その。ライアン、お前には。キズナッチは犯罪者。ライアン、だがその罪は過去に囚われるな。ああ、俺はけど、これからはまともに俺の未来は。何のトリエマイヤー、お前らを仕掛けで取るにしてもし。ライアン、お前には今のお前はその腕でもっと実…そうだ、日向で堂々と暮らす。鍵が開かずに困ってる人を。大切な人を守れるとは、口先はお前らの。俺は…瑞希、最後の鍵。ライアン、お前今…え、大丈夫だよライアン。絆もお前だとしたら、お前は本当に少女…ちょっと…いいからお前は黙っ…ライアン、お前は大切な人を守れなかった。あったらもう一度守れよ。自分は
は絆にふさわしくだらないことで諦めやがって。お前の絆に対する思いは違う。こ最後鍵はそれを開くのは私じゃない。俺はたとえどんなことがある、誰に何と言われようと、彼女が大好きなんだ。見てくれ、キズナッチ。俺は君への思いで空も飛べるんだ。君が歩けなくても、踊れなくても、俺が君の翼になるよ。俺はきっと君を守るために生まれてきたんだ。これから先どんな困難があろうとも、俺が永遠にキズナッチを守り続けると誓うよ。うむ、めでたしめでたしだな。いやいや、 HB 事件に関する情報は、あ、まあ心に寄り添うのもシンカーの役目だし。やれやれ、どうしたもんかいの。